次、ポイズノスラフティング。夏ですからね、マリンスポーツを楽しみたいと思います。よろしくお願いします。ポイズノスラフティング。うわ、これ毒沼？緑色だから苔がものすごいとかそういうことなんじゃない？プランクトンたっぷりとか。これ、なんか上に上がってくるとかではないんだ。だったら普通にこう行けばいい感じ。失礼します。なぜこんなところに商業施設を。うーわー、すっごいな。プランクトンたっぷりなんだろうな。ミネラルが、これどうすんだ。ふっ、登っていって落ちていく。ほっ、ふっ、オッケー、上がっていく。うー、ナイス、いいぞ。倒してくれてありがとう。怖い、ひょいしょいしょ。順調、いいぞいいぞ。クリア率低かったから難しいかなと思ったけど、そこそこ、難しい。さあ、右下になんかあるね。とりあえずボタン押しとく？ボタン押したらなんか水面が、上全然見てなかった。ずーっと下見てたから、全く上気にしてなかったわ。昆布と紛れてんだよ、あいつ畜生め。恋は盲目っていう言葉もあるぐらいだし、もしかしたら俺は毒沼に恋をしてるのかもしれない。よいしょっと。で？あ、戻ってくんねえの？あー、じゃああそこで下に乗って、イカダに乗って、で、右からスイート左に行って鍵を取る感じか。あー、じゃあダメな感じ。あ、でも戻ってくれる。だから、ここら辺で、よいしょ、ここで、オッケーと。失敗する要素が一個もないね。さあね、右、あれどうすんだ？あれ押して追いつけってことか。そういうことだよね。これで、ほっ、で取って、ふっ！ほっ！よいしょ、オッケー！余裕ですね。今のところ順調。さあ、中間地点が来てくれた。嘘！間に合うか、これ。よっ！あ、全然余裕だった。待って待って待って、怖い怖い怖い。そういうことね。上りを、入れ替わりで、やっていけってこと？これどっち？これどっち？こ、そっちか！あぶね！ナイス！いいぞ！ナイス！反射神経素晴らしい！いいね。ああ、反射神経が問われる子。ああ、上がっちゃった！高いところがあると登りたくなっちゃうのよ。もう人間の定めだから仕方ない。もうね、DNA に刻み込まれてるから。だったら仕方ないよ。これはあれかな？コインがある方に入れとかそういうことなのかな？嘘でしょ？ふっ！オッケー！危ない！怖い！よいしょ！ふっ！登って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 、ふっ、オッケー。よいしょ、怖い。結構シビアだぞ、時間割。オッケー。10コインなんて絶対にいらない。あれが100コインだったら、まだしも。これはオンオフスイッチを押していく感じか。ん？ここで押したら？あー、下が動くと。これどっちが正解なんだ？ポンと行って押すでしょ？で、右側に移動する。で、ポンと行って、左側に移動する。どっちが正解か分かんねえな。多分この状態が正解だと思う。最初に行って、で、落ちるでしょ？危ねえ、超ギリギリ。で、あのコインのところに行きゃいいんでしょ？もうちょっと、手前かな？ここ！オッケー！そういうことね。これは、若干簡単になってるとかないかな？ほっ！よいしょ、オッケー！で、これそのまま行って大丈夫だよね。オーケー、ナイス。中間地点かゴールだよね、そろそろ。カモン、オーケー、中間地点。まだまだ続くよ、旅路のどこへ。これはジャンプしろ。そこの声に合わせてジャンプしろってことだね。ナイス。ふっ。でー、間に合うか？え、消え！まさか見捨てられるとは思わなかったよ。乗り捨てられたヨシの気持ちがやっとわかった。これ、ちょ、むずい。むずいです。むずすぎる。ふっ。危ない！いや、若干当たってない。大丈夫なの、ルイージ。あれかな、ギリギリのところで何度か間一発だったのか。もう手がズルズルに向けてそうだけど。さあ、鍵があって、オンオフスイッチ。あ、のこのこが沈んでいく、かわいい。これを押すと、あー、足場が出てきて、あそこ壊せってことか。なるほどね。これは、いけるか？ほっ、ほっ、ふっ！オッケー。で、あー、なんか出てきた！あー、あれはもしかしてゴムボールマリオになれるってやつ？やったぜ！これであいつを倒せってことか。ちょっと待って、難しいな。あー、BGM が泣けますよ、これは。涙が出そうになりますよ。これはじゃあ、そういうこと？これで、なんとか、これで足場を作ってってことだ。だから、真ん中ら辺に来るようにして、それ撃って、で、邪魔しなかったの、赤野郎！赤野郎が来るタイミングを狙わないで、いや、難しいな、これ。でも分かった分かった。勝手は分かったよ。赤野郎がすげえ邪魔だから、あれだけ意識して。よし、ナイス！これで鍵を取って進んでいくと。素晴らしい！ダメだ、この BGM 聞くとなんか変な気持ちになってくる。幼い頃を思い出して、お母さんの帰りを待って、ずっと一人でゲームボーイをやっていた悲しい過去が蘇ってくる。あ、なに、シャバダ言ってるけど？消臭剤の CM が来そう。
どこで落ちるの？これ登っていいの？あ、よかった。わしゃばたしてくれてありがとう。これで清潔に除菌 100% で次に迎えると思います。今のセリフが全く意味が分かりませんでした。ごめんなさい。次、花の仕掛けは二度咲く。一度枯れても再び芽を出す。生命の息吹を感じますね。エネルギッシュに行きたいと思います。よろしくお願いします。どういう意味だろう。花の仕掛けは二度咲く。トゥトゥンって、あ、いいね、オルゴールチックで癒されそう。眠くなってきた。右上左上であるけど GBFC、 あー、なるほど、ゲームボーイバージョンとファミコンバージョン両方が遊べるってことなの。え、じゃあゲームボーイバージョンからまずやってみようかね。小さい頃を思い出して、やった、これでピンボールマリオと。いやー、この BGM がマジでいいわ。これはパウをどうしろか、どうとかしろってことだよね。あれでパウ叩けるんだ。へえ、いいじゃない。で、あ、両方ともまた遊べるってこと？違うわ、両方ともできるんだ。同じステージだけど違う風にいけるって、そんな感じなんだね。いや、すごいな。お、トゥントゥン、テレレレントゥンしてるから、そのうちにパフパフして上へ行くと。よいしょっと。いいぞ。亀仙人流になって、今度は何が出てくるの？またあそこにある。こっから出せばいいのかな。ぴょん。ぴょん。ぴょんちき？ぴょんちき出て、鍵が出てきた、こっち側に入っていくと。二度咲くってことは二周するのかな、もしかして。どっちにしても全部やらなきゃいけないとか、そんな感じ？ここから、飛ばしてパウにダメージ。いいじゃない、面白い。で、次あそこか、矢印。でも赤いから、今度こっちってことか。爆弾が。なるほど、爆発させて先に止めろってことね。止めて上に行かせろってことだ。これタイミング難しいな。ポン。もうちょっと。ういー、行ってる行ってる。ナイス、ピンポンして。すげえな。全部違うギミックっていうのがすごいね。さあ、今度は、やった !1 コインゲットと、そういうことだ。で、今度は赤コインの方やっていかなければいきませんよってことか。なるほど。チェンジ PZL! なるほど。これで今度は、ファミコンに進化したと、時代は進化する。白黒からカラーの時代ですよ。大丈夫これ。ここにあるから、ここから撃てばいいのかな。で、爆発させて、すごい！なんで？さっきはゴムじゃないとできなかったのに、今度はファイヤーでできるなんて。どういう違いなんだろう、すごいな。で、パフパフしてきて、これで今度ここの上に行けるように、なりまリング。オッケー。なるほど。で、次は、ここからファイを出していくと、あいつを倒せってことか。今度はちょっと壁に守られてるから、心の壁を破壊していくと。ナイス？で、鍵を上げて。すごいな。じゃ、どっち選んでも、どっちにしても、両方やらなければいけなかったってことなんだね。で、今度は爆弾を破壊していって、すごいな。よくこういう風に作れるよね。今度は、これも、右側に行く感じが連打して、いいじゃない、科学の力を使っていくと。素晴らしいな。ゴムボールは連打できなかったけど、これは連打ができるから、それを利用してってことか。これで鍵をゲットしていく？で、入れるようになる。いや、素晴らしいな。一度で二度美味しいとはまさにこのことだね。素晴らしい。しかも、出がらしじゃなくて、どっちのコースも両方面白いっていう。素晴らしいじゃない。これで、入っていくと。いやー、時代は移り変わっていくんですね、ゲーム。まだ続いてた！今度は？ああ、そこにコクッパ様がいる。あれをパウで爆発させ、あ、両方やれってことか、これもしかして。そういうことで、ピンポンしていく。で、あの甲羅を当てていくのかな？どうすんだ、これ。これで押すでしょ？で、こういうことだよね。で、パウ邪魔、パウ邪魔、これで倒せんじゃない？これで OK。で、鍵をゲットしたと、どうやって倒したか全然見てなかった。あ、パックンフラワーが噛み殺してくれたのね。部下に裏切られると。ラブ GB?FC! イエーどっちも大好きやった。あ、好きな方を選べってことだろうね。いや、どっちかっていうとゲームボーイに行きたかったけど、やっぱ時代は移り変わっていくから、ファミコン版でプレイしました。FC エンド。じゃあこれ GB でクリアしたら GB エンド出てくるんだ。すごい！いや、ファンタスティックだね。次、スプーキーゴーストサンドイッチ。可愛らしいゴーストに挟まれて昇天したいと思います。よろしくお願いします。スプーキーゴーストサンドイッチ。ピッて言ったよ。わ、可愛らしい。照れちゃって。恥ずかしがらずにこっちへ来なって。なんで!5、コインを取っただけなのに、4人も殺してしまった。そんな、金に目がくらむぞ。こんな結末を迎えてしまうのか。絶対俺はコインを拾わないぞ。あれ？てる。わ、サンドウィッチ速攻で復讐されたわ。なるほどね。じゃあ、あいつらが落ちてきてスイッチを押すから、進めるようになった。サンドウィッチされてしまうから、気をつけて進めと。そういうことなんだね。ちょ、時間がない。足りないちょっと待って。酒芸のプロが実力を発揮していいや
いい位置に嫌がらせこいつら。なんで動きを止めるの？ちょっと少しずつ狭まっていくのやめよ。もう、そうやってさ、危ねえ、怖すぎる。もうさ、最初は敬語だったのにさ、だんだん打ち解けて心の距離が縮まっていくみたいな。そういうのを表現しなくてもいいと思うんだ、俺は。ちょっと、それは無理だよ。それは無理なんだな。わ、仲良くサンドイッチしようか。包まれたい。ゴーストに包まれたい。こういう横スクロールアクションはさ、基本右に進むじゃん。だからね、最初は右を見るのよ。だから、アップデアーシャイ完璧。だから、最初に左に行かせるギミックは難しすぎる。そういうこと、ちょっとずつ。もうマリオメーカーやってるとどんどん IKKO さんみたいになっていくんだけど、やだ、ちょっとやめちくり。そういうことはい、オッケー、完璧。中間地点、俺に中間地点ないのね。え、どういうこと、どういう仕組みだこれ。左に行っちゃうと、あ、戻れない、下に降りるしかないってこと。いや、いけるよね。うー、デリデデー。あー、危ねえ、危ねえ、超ギリギリ。背中、どうすんの、どうすればいいの、どうすればいいかわからないよ。すっごいキャーキャー言ってる。上行くのかな、下行くのかな。でも下はなんか行けなそうな感じするけれど、もしかして今ので積んじゃったとかそういうこと。戻ればいいのかな。戻って、多分あいつに乗るとかそういうことなんじゃないの。あ、そういうこと、あれか、一回押して、で、左側の土管に入るってことなんじゃない、多分そうだよね。だから、タイミングよく見極めて、甲羅が出てきて、ここで左行けばいいんだよ。だよね、他に道なかったもんね。多分おそらく。こっちでしょ？こっちなんでしょ？知ってるよ？ああ、よかった、中間地点。そういうギミックもあるわけね。しかし中間地点ってことはまだゴールではない。謎が深まるばかりに。そういうことしちゃう。そういうことしちゃう。最後の最後でそういうことしちゃう。大丈夫。ちょっとずつ距離感を縮めていくな。よいしょと。あ、お前らちょっと、慣れ慣れしすぎるんだよ。待って、心の距離。そんな急激に、来られても、そんな心の距離を縮められないんです。やめて、怖いよ。くっそ。はい。止まってる、バカ、止まっただろ。止まって、オーケーナイス。もう、疲れる、なんか上から降ってくんじゃないこれ、大丈夫？え、来ないの？下入っちゃうよ。入れないよ。え、足場ができるとか、そう。なべもびっくりさせないでよ、もう最後の最後で。どうして恐怖体験をさせようとするの。このコースめちゃめちゃクオリティ高くない？いや、これはちょっと、素晴らしいコースだった。お気に入り、これは絶対お気に入り入れないと。いいね。素晴らしい。いや。